はい、それでは、表題の論文について自然言語処理研究室の海沢が発表させていただきます。今日紹介する論文は Payless Attention with Lightweight and Dynamic Convolution ということで、ICLR2019 にアクセプト、オーラルでアクセプトされた論文になっています。はい、こちらが概要です。トランスフォーマーに使われている、セルフアテンションですねの仕組みを改善して、そこに対して畳み込みを用いることで、高速かつ精度の良い、セルフアテンションのような機構を、開発しました。で、機械翻訳タスクにおいて、ステートオブジアートを達成したというような中身になっています。ICLR、結構ステートオブジアート更新している論文が多くて、その中だと、3番目のするのらしいです。で、言語モデルや要約においてもいい性能を記録したということを報告しています。はい、導入です。RNN や CNN、セルフアテンションなど、様々な、シークエンスモデリングが、提案されて、います。で、特に近年では、自己注意セルフアテンションですねのような機構が、機械翻訳をはじめとするタスクにおいて、ものすごく有用であるということが、言われていますと。で、例といたしまして、トランスフォーマーであるとかバートであるとかみたいな感じですね。セルフアテンションでは、窓幅の制約がないので、この単語を予測するのに、自由な位置から、そのアテンションを注意張れるっていうことで、かなり有用だというふうに言われています。一方で窓幅に制約がないので、文帳がめちゃくちゃ長かったりすると計算量がもう膨大に増えてしまうっていう問題が、あります。このオーダーなんですけど、計算量オーダー2乗な N の2乗なので、当然文帳が長ければ長いほど学習時間が増加してしまうという、デメリットがあります。で、かつ近年では、そもそも窓幅に制約がないことが、有効なのかどうかみたいな部分が、疑問視されてきていて、そこに対して筆者らは、畳み込みというものを用いて、計算量を減らしつついい性能を達成してあげようみたいなことを、考えています。で、左がセルフアテンションで、右がダイナミックコンボリューション、筆者らの提案手法になっています。で、セルフアテンションでは、全てのペアに対して、計算を行っているので、例えばそのなんかプレジデントと、ここでは3単語なんで3つしかないんですけど、3つの単語に対して、全て計算してあげて、アテンションを計算してあげているので、オーダー N の2乗かかってしまうんですけど、畳み込みであれば、入力に対して、スッといくような形でなっているので、線形時間での、計算が可能になるという利点が挙げられます。はい。で、ここからが手法の説明になっています。で、セルフアテンションに対して、提案手法は単純というふうに、筆者ら論文中で述べています。で、基本的に、筆者らの提案手法はこっち側なんですけど、ゲーティッドリニアユニットを通した後に、ライトウェイトコンブという、筆者の提案手法ですね、提案手法を、適用することによって、計算量を軽くして性能を上げてあげようみたいなモデルですね。で、そこに対してもう一つ筆者らがダイナミックコンボリューションというものを、提案しているんですけど、畳み込みの重みを動的に計算してあげるというような手法になっています。で、まずセルフアテンションなのですけど、事故の入力をもとに中止の重みを計算し、適用するっていうようなモデルになっています。式で表すとこんな感じですね。モデル自体はものすごくシンプルなので、詳細はトランスフォーマーの論文読んでくださいみたいな感じで説明は省略します。で、もう一つ、その筆者の提案書を理解する上で、必要になるのが、そのデプスワイズコンボリューションと呼ばれるもので、通常の畳み込みであれば、こちらの左の図のように、この場合であればその窓幅3でやってるんですけど、3でこう畳み込むと、基本的には1次元っておかしいですけど、で、結果が出てきて、それをこう何個も、やってあげることによって、このような形の行列を、作ってあげるっていうのが一般的な畳み込みなんですけど、筆者らのその提案手法を理解する上で重要なそのゼプスワイズコンボリューションでは、この窓幅というかこっちの幅を1で、畳み込みをやってあげるっていうようなモデルになっていますね。そうすることで、計算量を、削減しながら、パラメーター自体も畳み込みのパラメーター自体も、減らすことができるというようなモデルになっています。式で表すと、下のようなモデルですね。
で、先ほど言ったそのヒッシャラの提案書であるライトウェイトコンボリューションというものは、まあ指定のチャンネルにおいて すみません先ほど の, そのデプスワイズコンボリューションにおいて、まあ、この場合であれば、まあ、こことこことこことここで、まあ、重みが、まあ、別々だったんですけど、まあ、それに対して、まあ、指定のチャンネルにおいて重みを共有してあげるようにしてあげています。例えば、こことこことここのコンボリューションでは重みを共有みたいな形の工夫ですね。で、まあ、さらに、ソフトマックス関数によって正規化した重みを畳み込みの重みとして使用しています。で、式で表すと、まあ、ライトウェイトコンボリューションの、まあ、この重みの掛け合わせに対しては、デプスワイズコンボリューションの、まあ、こういうソフトマックスですね、ソフトマックス関数を入れてあげて、まあ、畳み込みの重みとして使用してあげるというような機構になっています。で、そこに対して、あ、すみません、もう一つ、ダイナミックコンボリューションというものをヒッシャラは提案しています。これは、畳み込みの重みを、まあ、入力の単語に応じて、動的に計算してあげるという手法になっています。で、まあ、式で表すと、まあ、非常に単純で、まあ、ダイナミックコンボリューションの X っていう入力に対して、ライトウェイトコンボリューションの、その W の重み、先ほどで言うと、まあ、この重みですね、この重みはその F の X っていう関数を用いて重みを計算してあげるというような形になっています。で、まあ、ここの重みっていうのが、まあ、こういう式で計算できていて、まあ、この入力に対して、まあ何かしらの隠れその重みっていうものを掛け合わせてあげて、そこの畳み込みで使う重みを決定してあげるというような形です。で、まあ、対象となる入力単語のまあ、先ほども言ったんですけど、単語埋め込みと、まあ、隠れ層の重み、WQ を用いて畳み込みの重みを計算してあげるような式になっています。まあ、基本的にイメージとしてはその周辺単語のみに対象を絞ったセルフアテンションのようなものを、まあ、イメージしてもらえばいいかなというふうに思います。はい、ここまでが、まあ、手法の説明で、ここからが、まあ、実験になります。実験では、まあ、基本的にはエンコーダーデコーダーモデルを用いて、さまざまなタスクにおいての性能を評価しています。で、ここではトランスフォーマーのモデルの、まあ、セルフアテンションを、まあ、ヒッシャラが提案したライトウェイトコンボリューションと、まあ、ダイナミックコンボリューションにそれぞれ置換したものを、まあ、使用していますと。で、まあ、翻訳と言語モデルと要約の3つで実験をしています。まあ、これがですね、トランスフォーマーのモデルになっていますね。ここの、セルフアテンション、こことかですね、を、まあ、基本的にはそれを、ライトウェイトコンボリューションとかダイナミックコンボリューションに置換してあげたモデルで実験を行っています。で、これが、まあ、結果になっています。で、結果を見ると、まあ、ENDE、英語から、ドイツ語、英語からフランス語ともに、まあ、セルフアテンションのモデル、 このバスワニ2017がそのモデルなんですけど、のモデルを超えて、まあ、ステートオブジアートを達成しているっていうことが、まあ、分かります。で、また中国語英語においても、まあ、24.4 という形で、まあ、既存の先行研究よりもいい数字を記録しているっていうことが、まあ、このグラフから、あ、すみません、グラフじゃないですね、表から、まあ、見て取れると思います。はい。で、まあ、もう一つ翻訳での実験なのですけど、まあ、英語とドイツ語で異なるデータセットの評価ですね。で、まあ、評価した場合の、まあ、精度なんですけど、まあ、通常の CNN を翻訳に用いた場合でも、まあ、25.9 という形で、まあ、ある程度性能が出ているっていうことが分かるんですけど、まあ、それに対して、まあ、カーネルの大きさを増やすっていうものを工夫を加えたものと、まあ、窓幅をどう、まあ、すみません、窓幅じゃないですね、あの畳み込みの重みを動的に計算するっていうこのダイナミックウェイツ、ダイナミックコンボリューションを適用した場合の性能の上がり幅が、まあ、大きくなっているということで、この2つが、まあ、その窓幅をある程度考慮してあげるっていうことと、まあ、動的に畳み込みの重みを計算してあげるというこの2つが、まあ、性能向上に大きく寄与しているのではないかなというふうに思います。また、まあ、計算時間に関しても、セルフアテンションでは、まあ、セントパーセクということで、まあ、52.1 秒ですかね、かかっているのに対して、あ、1秒間に52分処理できているのに対して、提案手法のダイナミックウェイツですね、を用いた場合は、まあ、1秒間に62分を、まあ、処理できるということで、まあ、処理速度も既存のセルフアテンションのモデルに対して向上しているということが確認できます。で、まあ、言語モデルの評価なんですけど、セルフアテンションを用いた場合の、まあ、パープレキシティが、まあ
26.73 ということに対して、まあ、提案手法は 26.67 ということで、まあ、より少ないパラメーターで、いい性能を達成しているということが分かります。あとより少ないパラメータというのはこの上のモデルに対してですね。で、まあ、セルフアテンションよりもいい性能を記録しているということが分かります。で最後にようやくです、ようやくでも、まあ、セルフアテンションのモデルと同様にセルフアテンションよりも、まあ、少ないパラメータでいい性能を記録しているということが分かります。で、まあ、ボトムアップのような、まあ、そういうようやくに特化したモデルでは、まあ、この場合は、まあ、シークエンス2シークエンスのモデルでは、まあ、及ばないというふうに、まあ、筆者らは論文中で述べていて、まあ、またその一番下の強化学習を用いたモデルにも、まあ、性能は及んでないんですけども、まあ、強化学習をこのライトウェイトコンボリューションや、まあ、ダイナミックコンボリューションで、適用してあげるということが、まあ、可能になるため、まあ、この数字よりは上がるのではないかという考察をしていました。はい、まとめです。セルフアテンションに代わる新たな自己注意の機構を、まあ、畳み込みによって実現しました。でこれによってより少ないパラメータ、より少ない計算量で、まあ、ステートオブジアートを達成するということが、まあ、可能になりました。で、まあ、筆者ら論文中の最後で、質問応答や画像処理の分野に対する応用なども、まあ、期待できるのではないかというふうに述べていました。以上で発表を終わります。